皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、キャンプギアをいくつか購入しましたので、その紹介をしようと思います。で、大きな買い物としてストーブを購入しましたので、いくつかね、冬キャンプ用のものと、あとそうでないもの、冬キャンプを快適に過ごせるっていうものをいくつか購入しましたので、そちらも合わせて開封をしながら紹介しようと思います。はい。じゃあまず1点目、紹介するのはこちらになります。豊富の石油ストーブになります。これはランタン調のストーブで、炎が何段かに見えるっていう感じのストーブらしくて、まだね灯油も入れてなくて使ってないんですけど、見た感じすごくレトロな感じでおしゃれなストーブとなっております。で、上にですね夜間とか鍋を置いてお湯を沸かすこともできます。キャンプ用品としてはですね結構使ってる方が多くて、インスタグラムとか調べたら結構出てくるんですよね。で、とてもね形がちょっとアウトドアに向いてるかなということでこれを選びました。こちらのカラーがですねグレーブラックの組み合わせのカラーとなります。で、スペックがコンクリート製の建物だと9畳まで。木造住宅だと7畳までいけるストーブになりますね。で、タンク容量が 4.9 リッター灯油が入るということで、一晩はね全然持つんじゃないかなと思います。これから今日はねまだ使わないですけど、実際キャンプ場に行ってでそこでね初めて灯油を入れて使いたいと思います。届いたら結構ちっちゃかった。こじんまりしてて。これでね上に取っ手がこういうふうにあるんですけど、これでね簡単に軽くて持ち上げることができます。もうちょっとどしってしてるのかと思ったらこじんまりして可愛い感じでいいかもね。でもちろんキャンプで結構ガシガシ使うストーブになるんですけど、お家でもですねエアコンを普段つけてるんだけど灯油を使って部屋を温めることで節電にもつながるし、あとここにケトルを置くことによって、常にねお湯を沸かした状態で、うちの嫁さんはですね結構お湯を使っていろいろ飲んだりすることが多いので、そこら辺も含めて、重宝するんじゃないかなと思ってます。いいよね。お次に紹介するのはこちらになります。ストーブファンです。で、これはですねどういうものかというと、言わずと知れた有名なものなんですけど、ストーブの上にねこのファンを置いて、熱の力でモーターが回って空気、あったかい空気上に全部行くんですよね。それをこのファンを置くことによってあったかい空気を、ファンを向けた方向にこう飛ばすことができるというものになります。初めて知った。私でテントの中とかで使うことが多くなると思うんですけど、その上の熱をね横方向に行かせることによって、テントも傷みにくくなるし、テントの隅々までそのあったかい風を送れるということで、大変人気な商品になっております。で、これはねアマゾンで結構レビューの多い、偽物がなんか結構出回ってるらしくて、で安心してくださいこちらは本物ですって書いてるところで購入しました。多分本物だと思います。そうね。はい、それでは開けます。おお、かっこいい。実はこれですね、温度計が一緒に入ってます。そうなんだ。すごい、いいじゃん。温度計欲しかった。ほら。内側のメモリがですね、どっしりと書いてあるので、内側のメモリを読む形で使うような感じですね。100度から500度まで書いてあります。後ろはこんな感じです。おそらくですね、ストーブとかにこのマグネットになってて、これでカチッとつけるような使い方だと思います。で、ここにこんな感じの取り外しできるようなフックがついてます。これはね、ちょっとありがたいおまけですね。ストーブファンの本体はこんな感じです。結構思ったより大きいですね。しっかりしてる。そしてほらね、鉄板だね。で温度がね、上に書いてあるの。あ、345度。マックスが345度までいいんだって。へえ。ストーブの上はそんなにまあ温度上がらないらしいんだけど、まあでも300度前後だから、まあ多分全然大丈夫じゃないかなっていう感じらしい。あ、そうなんだね。まあ使ってないかわかんないけど、まあそれなりに当たり外れがあるみたい。どういうこと？やっぱり壊れる可能性があるっていう。その高温に対して。高温に対して。そうなんだ。正面から見たのがこんな感じで、横から見るとこうですね、ヒートシンクみたいなのがあって、こんなフックがついてます。まあ、これをこう持って、まあ結構触れないくらい熱くなるらしいんで、ここを持って取るような感じですね。乗せるとこういう感じです。こんな感じで回ります。かわいいね。しかも結構高速で回るよこれ。そして結構ね風量あるんだって。あ、そうなんだ。まああんだけさ高速でさ回ればそうかもね。回してみようか。汚い。汚いってやめてもらっていい？なんでさ顔に向かってするの？はい、今ですねストーブの上にこのストーブファンを置いた形ですね。これでこの温度計を置くとパチッとマグネットでくっつきます。ほらこんな感じですればいいじゃん。くっつけるならここでもいいかもしれないね。こうね、これだと温度が見れる。じゃあこういうふうでじゃあ使おうか。こんな感じでうちはね。はい、次の購入品はコールマンのケトルになります。じゃじゃーん。はい、でこれでですね 1.6 リッターだったかな、入るんですよ。それでうちはですね、今までのキャンプはお湯を沸かすときは100均の鍋で沸かしてました。動画でもねちょこちょこ出てくると思うんですけど、それじゃねどうかなっていうことで結構悩んでたんですよね。それは最初から言ってたのね。だけどとりあえずもうこれでいいよって言って100均の鍋を使ってたんですけど、お鍋でも全然沸かせるんですよ。でも何がいけないかっていうと焚き火の灰とか結構入るんですよね、虫とか。だからそういうのも含めて衛生面的にも見た目的にも含めてケトルを買った方がいいんじゃないかということで、今回ですねこの高さのあるケトルを選びました。それではね早速開けてみましょう。おー、多いね。じゃーん。アイアンハンガーでも全然使えるの。ほらケトルのここのねフックの真ん中にこのチョボがあることによって、アイアンハンガーとかにこうやって安定してぶら下げることができます。でこれがね、購入の決め手で、高さがあるっていうのはもちろんそうなんだけど、ここの注ぎ口ね、ここも蓋があって、でこの斜めにした時の内側からの水圧でこの蓋が開いて、お湯がこう出てくるっていう。わざわざこう開けなくていいの、水圧で開いてくれるんだって。でここの後ろもこんな感じでほらパカッてできるから。で上の方もねこの鉄でできてて、ちょっとおしゃれな感じです。上の方もコールマンの刻印が書いてあって結構かっこいい仕上がりになってます。すごくお気に入りのケトルになります。早くこの間作ったアイアンハンガーで使いたい。かけたいんですよ。ここにぶら下げてる。焚き火で。いい感じかもね。かっこいいよね。もうこれどんどん黒ずんでくるんだけど、それがまたかっこいい。焚き火で焼いていってさ。はい、それではですね、このストーブの上にケトルを置くとこんな感じになります。じゃじゃーん。こっちでいいんじゃないの？綺麗に収まります。すごいいいわ、なんかここの感じがおしゃれやな、かっこいいな。ただね、これを使うとこっちが使えないけどね。ああ、そうだね。そうそうそう、どっちかになるんだけど。あ、じゃあアイアンハンガーをここにかけてて、これぶら下げとく。ちょっとそれだったらどうなんだろう、温まるかな。ここまでなんかほんわり熱が来ないかな。あ、まあ、そしたら一石二鳥だね。だよね、うん、保温もできてっていう感じでしょ。そうそうそう、うん、いいかも、うん、この横の方に持ってくるとかさ、うん、アイアンハンガーで。そうだね、まあ、近くにあると保温はできるかもね。もうちょっとはぬるいぐらいにはなってくれるかも、うん、全くないよりはいいのかもしれない、うん、でもガチで沸かしたい時はこれをもう取って、うん、こっちにこうアイアンハンガーでずらすみたいな。うん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 、そうだね、うん、まあ試してみよう、うん、試してみよう。キャンプに行った時に、うん、はい、それではお次の購入品はこちらになります。コーヒーのハンディミルになります。 Amazon、うん、で人気があって、うん、まあいいかなということで選びました。へえ、欲しかったんだ。中の葉がね、セラミックなんだって。あ、そうなんだ。セラミック葉はその衛生的にも、まあ衛生的にいいっていうか、セラミック硬いからさ、結構長持ちしてくれるんじゃないかなっていう期待も込めて、まあこいつを選びました。はい、開けていきます。おお、そうそう、ああ、これだ、これ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 、憧れてたよ、これしたかったよ。開けてみました。ここくるくる回して。取る。あ、あ、ここで。うん。そうだそうだ。ここに入れるのね。うん、え、これ何、開くの？え、これどうするの？これって、あ、ここも開くんだね。ああ、ここに入れて。ここでグリグリしたのをこっから取るんだ。ああ、そういうことね、うん、そうだ。引いた時の、うん、そのコーヒーの流度の大きさっていうのも、うん、上のハンドルで調節できるので。え、どれそれ？こう反対かな。え？さっき取ったよ。ここ？じゃない、下？うん。ここ。ああ。ここに書いてある。なんか書いてない？こんな感じで粗い細かいが調整できるそうです。はい、ここをね回してネジ式にほらこういう風になってて、ここを半時計回りに回すと粗くなります。ここのほらこの隙間、うん、これをここをほらこういう風にすることによってどんどん狭まっていって、逆にこういう風に粗いっていう風に回していくと。うん、どんどん広くなってる。この隙間がね。そう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 、ほら。結構マックスぐらい。すごいね。いう調整機構ですね。はいはい。それでね、このセラミックバー、今のAmazonで見てみたんだけど、金属臭がしなくて、コーヒーそのもののなんか風味が楽しめるっていうような感じの歌い文句で書いてありますね。へえ。やったね。今までドリップコーヒーばっかりだったから。憧れてたもんね。そう、うん、美味しいんだけどやっぱり引いてみたかったよね。こんな感じでぐるぐるぐるってでしょ。ああ、それ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 。こうでしょこうでしょ。そうそうそう。こうね。それ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 。ああ、いいわ。楽しみだ。ね。はい、お次の購入品はこちらになります。寝袋用のマットですね。でこちらはですね、Amazon で結構人気のあるもので。いろんなメーカーさんから似たような感じのものが売られています。で、まあ、その中でも、うん、まあ、レビューがね結構多くて、まあ、安心できるかなっていうところで購入してみました。うん、はい、で本来ねちゃんとしたメーカーさんで購入すると、うん、結構お高い商品となってるんですけど、うん、まあ、高いものはまだ買えないじゃないですか。うん、なので、まあ、お手頃なね見た目も良さそうな。うん、ちょっと性能的にも結構良さそうなものを選んでみました。でこのマットの特徴としては、うん、凹凸が結構あって、うん、地面のねその形状を吸収してくれるというもので、うん、多少ね地面がボコボコしててもこのマットがゴツゴツしてて、まあ、それをね和らげてくれるっていう効果と、うん、あと片面にねアルミが貼ってあるような感じの作りになってるんですけど、下からの湿気を抑えてくれるっていう効果もあるらしいです。はい、それではね早速ちょっと開けて見てみようと思います。はい、はい、それでは開けていきます。匂いがする。匂い嗅ぎしたま見たことない。だって匂いがすると思う。あ、軽っ。すっごい軽い。ああ、本当だね。うん、メーカー名がね、うん、Soomloomかな。Soomloomっていうメーカー名だと思います。はい。でこちらが黄色で、うん、こっちがアルミがなんか貼ってあるようなあの色ですね。うん、アルミなのかな。ちょっとなんかビニールっぽい感じ。うん、ここのちょっと気になる厚みなんですけど、凹凸の山から山まで約ね18ミリ、こっちの山から山まで18ミリあります。だから結構多分ふかふかだと思う。なのかな。うん。これさめっちゃ快適にならない？この間寝袋も買ってさ。ちょっと寝転がってみようと思います。はい。わあいい。すごくいい。すごくちょっとわざとらしいと思うんですけど、うん、いやこれはすごくいい。いいんだって。そして170センチあるんですけど、うん、身長が。うんどうでしょう。うん、ちょうどだね。長さ的な170センチぐらいがちょうどだと思う。ちょうどだね。うん、サイズ的なところで言うと長さが185センチ、このマットの長さがですね、うんうん、で幅が横幅ですね、うん、が56センチになります。うん、で身長170センチの僕が寝るとこんな感じですね。うん、お値段の割にどうなのかな。値段の割にはいいんじゃないかな。人気あるもんだって、アマゾンで。あ、そうなんだ。うん、直す時もほら簡単にも直して、ゴムが入ってるでしょ。ああ、ゴムが入ってんだ。うん。おう。ちょっと編みが安っぽいかな。ちょっとね。そうだね。入れないのかな。みんな編みに入れてんのかな。どうなのかな。はい、お次の購入品はですね、こちらになります。じゃじゃーん、ペグハンマーとペグになります。で今までのキャンプは、付属のですねペグを使用してたわけなんですけど、うん、この間結構風強くて、うん、夜すごく心配だったんですよ。付属のシルバーの細いペグだったんですけど、うん、それをゴムハンマーで叩いてたんで、うん、結構打ち込み甘くて、うん、入ってなかったとこ結構あったんですよね。うんまあそういうことあったんで、やっぱりねちゃんとしたペグは必要かなということで今回購入してみました。それではね早速開けてみようと思います。あ開けてくれないの。あ開けましょうか。はい、はい、開けようとしてたけどね。ああこれが入ってる。ああこれが入ってるんだ。わすごいね。いいの買ったね。結構いいやつだね。思ったよりすごいしっかりしてないっけ、うん、こんな感じの袋が入ってます。すごいしっかり作られてますね。この絵の通りに入れなさいって書いてあります。ってことだね。へえすごい。でこのペグは一応20センチの長さのものになりますね。これが何本入ってんの。これが10本。10本と、あとこちらがですねこのロープを引っ掛けるやつですねもうおまけで入ってます。これなら安心感あるわ。うんあんな風が強い日もね。うんまあでも30センチのやつも欲しいね。もういいよ。柔らかい地面のとこは30センチじゃないと効かないかもしれない、まあ、これを使ってみてからかな。ちょっとそのため息混じるのはやめてもらっていいですか。次から次に欲しいものがあって困っちゃうね。欲しいんじゃないよ。必要なんだよ。必要なの本当ですか、うん、それは。必要なの。その状況に応じて使い分けないといけないから、うん、必要なの。ものはいいようですね。まあ大和尚を兼ねるなんていう言葉もあるけど、うん、やっぱりこのペグにおいてはさ長すぎてもダメだし、うん、短すぎてもダメだから、うん、お次はですねこのペグハンマーになります。早速開封したいと思います。はいいいね、ペグハンマーずっと欲しかったんですよ。わ、ちゃんとした入れ物に入ってる。普通のハンマーじゃダメなの？やっぱ違うの？うん、これ引っ掛けるのがついてるからね、ペグハンマーは。はい、どうぞ。おお、はい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 。おお、ほうほう。入れ物こんな感じ。ここ真鍮のタイプと違うのがあるわけ。うん、で、真鍮のタイプは、ペグよりこの真鍮の方が柔らかいから、うん、ペグを傷めない作りになってるんだけど、逆に言うと真鍮潰れてくるから、うん、使うと、うん、ちょっと寿命早いのよ、うん、普通の鉄製に比べて、うん、まあ昔金型でこの真鍮のハンマー使いおったんだけど、うん、やっぱりどんどん潰れてきてここが広がってくるのね。ああ、そうなんだ、うん。まあ、よくあるねペグハンマーなんですけど、こちらでペグを引っ掛けてこう引っ張るような感じですよね。抜くとき？そうそう、抜くとき、うん、でここの穴もここの穴にですね、このペグをこんな感じで入れてこうやって引っ張ったりもできるらしいです。うーん、それかこんな感じで穴に入れて引っ張ったりですね、っていう使い方ができるんですよ。だから結構しっかり打ち込むと思うんで、次は抜く時もこんな感じでね、しっかりしたフックで抜かないとなかなか力が入らないし、まあ、怪我の原因にもなるかと思うので、あればすごく便利な商品となってますので、まあ、キャンプをする時はね、できればペグハンマー使った方がいいんじゃないかなと思ってます。お次の購入品はこちらになります。ポールですね。1m90cm まで伸ばせるポールを購入しました。出入り口の、うん、テントを跳ね上げるためのポールになります。ワンチグリスもギリアもポールがなくて、うん、まあ、どうしようかなっていう感じで結構今までね、使ってきたんですよ。でワンチグリスも高さが全然なくて、テントを跳ね上げてポールで2本立つ作りなんですけど、うん、その下に椅子を据えて、椅子に座った時、うん、テントに頭がつくんですよ。で、そうそうそう、でテントに頭をスリスリしながらいろいろしないといけないっていうのが結構ストレスで、この長いのが欲しかったんですよね。うん、今回ですね、購入したのは 19mm のポールになっていて、おまけでこのフックがねついてきます。2本。これも何気に便利なんで、結構使うよね。ああ、やっぱり値段の飛行だね。差し込むだけだわ。微調整ができない。ああ、決められたサイズ、長さなんだ。下用のポールはこのエンドにキャップがついてます。これ下ね、一番下2本で、上はこんな感じで差し込みがついてるやつ、棒がね、これが上2本、あとは全部真ん中、だから1つのポールに対して5本で構成されてます。最長で190ですね。じゃあもうちょっと低くしたいっていう時は1本抜けばいいってことね。そう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 。力いる？力いる、ね、このバネのところがこんな感じのジョイントになってるんですけど、ここをね押さえて入れるんですよ。まあ、押さえなくても入るのかな。指の力が要求されるすごいね、力入れてるね。うん、痛い、指が痛い。お、できた。これで190ですね。僕が身長がね170cm で、ポールが190あります。はい、でサイズ感的には今こういった形ですけど、うん、まああれだったら1本抜いてもいいかなっていう感じですね。これでもちょっとこうかがんで入る感じ。このぐらいがいいかもしれない。お次の購入品はこちらになります。テント用ロープになります。結構太さあるわ。でこれまではですね、テントに付属してた白いロープを使っていました。その白いロープが結構細くて、そうね、ちょっと心もとない感じがあったんで、まあ、今回ですね反射板入りのロープを購入してみました。でカラーがカーキ色っぽい感じのロープを購入してみました。ギリアがサンドストーンカラーでちょっと茶色がかった色なんですけど、それにねこの緑っぽい色が合うんじゃないかなと思ってってこの色を選んでみました。でロープ径が 5mm で長さがですね 4m のものが10本入っております。6個入り8個入り10個入りっていう形でいくつか展開があって、うん、その中の10個入りを今回選びました。でカラーがレッド、イエロー、グリーン、ブラック、ブルーみたいな感じの展開ですね。いっぱいあるんだね。はい。そうかそうか。じゃあうちはテントに合わせてこの色を買ったって感じ？そうです。はい。いいじゃない。まあロープが太くなることで、うん、やっぱりちょっと安心感が出るっていうことですね。うん、だし反射材が入ってるんで。それはいいよね。うん。夜間でも結構視認性がいいと。うんうん。自分たちにも周りの方にも優しいという感じですね。どのぐらい光るんだろうね。もうカメラで見るよりは結構光ってますね。それでは最後に紹介するのはこちらになります。じゃじゃーん。ムーンレンスのグランドチェアにもできる椅子になります。このチェアのすごいところはですね、うん、ヘリノックスキラーと呼ばれています。で作りがすごく似てて、うん、骨組みもですね、うん、結構そっくりなんですよ。あ、そうなんだ。はい、もう構造自体がもうほぼそのものなんですけど、他の YouTuber さんのレビューが比較動画のレビューあったんですけど、うん、本家よりしっかりしてるみたいな。そうなんだ。うん、逆に安定感があるみたいな言ってて、で、まあ、僕はですね、実はすごく欲しかったんですよ。ヘリノックスずっと嫁さんにお願いしてて、買ってもいいですかっていうことで、でも椅子にさ1万4000円高すぎないって言われて。そう高いですよね。普通に考えて高い。まあなんですよね。高いんですけど、そんぐらいのまあ価値があると。ヘリノックスにはね。まあでもその今キャンプブームじゃないですか。まあそれに乗っかって値段がねやっぱりどんどん上がってきてるんですよ。そういうのも含めてまあちょっと購入できなかったんですよね、そのヘリノックスは。それでいろいろ調べたらこのムーンレンスっていうのがあって、まあこれがねグランドチェアにも改造できるというもので、結構ロースタイルの焚き火ができるっていうので、まあ思い切って購入してみました。で今回僕たちが購入したのは2つセットのものになります。はい、それではですね、早速ちょっと開けてみようと思います。はい。実はね、もうね。お試しでちょっと開けてみた。一脚だけはもうちょっと開けてみたんですよ。はい。どんなものか全然分かんなかったので、はい、ちょっともう開けてあるんですけど、紹介していきます。はい。で、直し方もね、もう私なりの直し方になってますけど、最初入ってた通りではないです。で入れ物がですね、こんな感じでメッシュになってます。ムーンレンスって書いてありますね。これはもう私が1回出して直した状態ですので、ちょっとあんまり綺麗に直してせってないんですけど、こういう感じで全部つながっていて、それを組み立てていくっていう感じですね。結構簡単に組み立てられるんですね。こうやってどんどん穴に入れていきます。はい。それでですね、この椅子の本体となるものを広げます。で、こんな感じで後ろに穴があるんですよ。四隅にですね。で、これをここに刺していきます。こちらも同じようにですね。これがね、何気にちょっと硬いんですよね。でも作り自体は結構しっかりしてて、精巧に作られている印象です。ここが一番硬いんですよね。うん、そこ硬かった。よし、これで入りました。はい。一応こんな感じです。座った感覚どうですか？座った感じはこう包み込まれるような感じで、なんだろう、すごくゆっくりできます。こんな感じで背中を起こしてもすごく安定してるし、まあ何かしらこう料理を取るのも全然問題なくできます。そしてゆっくりする時もこんな背もたれでこういう感じになってもすごくゆったりと包み込んでくれる感じですね。でもすごく安定してる。本当。でこれがね、YouTuber の方が言ってたのが小物入れが何気にいいですよねっていう話で。両方ついてるの？両方ついてるんですよ。こんな感じで。まあこうポケットみたいな感じで手を入れてもいいし。ポケットみたいなので手を入れるの？まあそういう使い方の人がいるかもしれない。飲み物とかも入れてもいいし。飲み物とかだろうね。お菓子とかさ。そう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 。飲み物とか。携帯とかさ。ああそうだね。きっと携帯とかが多いかもね。ここにじゃあスマホ入れてみるとこんな感じですね。これはいいかもしれない。ね。スマホ入れにこんな感じでまあゆっくりできますね。でも一応ですね、僕はこのスタイルではなくて、さらにロースタイルで使おうと思ってます。でちょっとバラしてみて今、早速もうバラさないといけないんだけど、バラすって折り曲げるだけでしょ？いや違うの。本当はもう完全解体の。え、そうなの？足を取るの。あ、そうなんだ。取ってみていいですか？どうぞ。ここをね、こうやってほら見えてる。取ります。足をね。ほらこうやって取れて、これを取れるんだって。ほらこういう作りになってます。でこれほらこういうふうに、そう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 。へえ。でこういうふうにほら簡単に取れるんですよね。両方使いたいっていう人は、グランドチェアにするときは、足を折り曲げるっていう形でいいってことだよね。そう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 。でもあなたの場合は、もうグランドチェアだけでいいっていうことだから、最初でも取るっていうこと。そうです。え、もう普通にはもうしないの？普通じゃなくてもいいです。そうなんだ。でも折り曲げてた方が良くない？普通にしたいときパッとできるよ。こんな感じで。え、どうなの？もうほんとグランドチェアだけでいいの？はい。こうやってどんどん取ります。でもまず簡単にできるわ。私は両方使いたい派かな。はい、こんな感じでですね、バラした部品がたくさんあります。こういうゴムが4本ですね。で、このストッパーみたいなのが4つと、あと下になる部分ですね。で、YouTuber さんですごい人がいて、これをですね、すごい短くパイプカッターでカットして、それをここに刺して、で、これをつけるっていう。ロースぎるってこと？いや違う、ロースタイルだとここ直だから、多分それで足を若干もうけてあげるっていう感じですね。いいじゃん。なんかすっごい考えてるの。そうしないよ。頭いいと思って。まあでもとりあえず僕はもうこれでいい。いいんかい。これでいいです。はい。でこれでほらもうヘリノックスと構造的にはほぼ同じです。一応これ一脚いくらだったっけ？3000いくらだったね。3000ちょっとだったよね。2脚で6000いくらだったよね。でヘリの薬14000でしょ。だから3000円ちょっとでこのグランドチェアマンも出来上がるっていう。足を取るだけであぐらをかいて、ちょっとリラックスしながらできるっていう感じですね。へえ、それはいいんだ。そうでこのロースタイルだからワンチグリスとか高さのないテントでも全然頭が当たらないんですよ。すごくおすすめです。これグランド仕様か。いやーでもこれはいいな。こうやってゆったりできるね、火を見ながらゆったりこうできるねなんでしてって来たの？はい、それではですね、ちょっと、簡単になりましたけど、購入したキャンプ用品紹介したけどどうだったでしょうか。結構ですね、コスパの割にいいものが多くて、今回僕たちが選んだものは良かったんじゃないかなと思います。はい、で実際ですね、キャンプで使ってその使用感とか、ね、また再度お伝えできればいいと思うんですけど、この僕たちが想像して購入して、実際キャンプで使って思ってたのと違うみたいなのがあると思うんですけど、そこら辺も含めて、また後日ですね、そういう機会が設けられたらいいかなと思います。はい、それと、あとこのですね、ケトルとか使っていくたんびにだんだん味が出てくると思うんですよ。そこら辺も含めてですね、その使用してどんどん使い込まれていく様子なんかも動画の中で見ていってもらえると、またね楽しくなるんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。あらごめんWoo!